皆さんこんにちは、ビールエージェントの小林です。今回はですね、視聴者様からいただいたご質問にお答えをしていきたいと思います。ブラインドさんからいただいた質問ですね。リロードを設けたりされますか？また設ける場合の基準などありましたらご教示お願いします、ということで、リロードについてのご質問いただきました。これについてお答えをしていきたいと思います。まずリロードは何かということについて説明をしていくんですけども、ロードというのが、まあ、負荷のことを、まあ、指す英語で、まあ、ディっていうのがつくと、まあ、その負荷を下げるというような意味になりまして、意図的にトレーニングの負荷を下げることでさらなる成長を促すための、まあ、テクニックになります。なんで負荷を下げたら成長できるのって思う方、まあ、多いと思うんですね。負荷はやっぱり、ね、全身性の原則、過負荷の原則にのっとってどんどん負荷は増やしていかないと成長しないんじゃないかと思う方いらっしゃると思うんです。で、その考えも確かに正しいんですけども、ある程度トレーニングの経験を積んでいくと成長が頭打ちになるところっていうのは出てくるんですね。で、そういうところっていうのは様々な要因があるんですけど、もう一つ考えられるのが、疲労が溜まりすぎててなかなかパフォーマンスが上がらない、筋力が上がっていかないっていう状態になってる、そういう場合が、まあ、多いですね。なのでそういうタイミングであえて負荷を落として体を回復させてあげることでさらに成長させてあげるためのこう土台を作っていく。なので、まあ、あえてね、休みを入れてあげるのが、まあ、ディロードだと思っておいてください。このディロード、まあ、実はおすすめできる人とあまりおすすめできない人といらっしゃいまして、おすすめできる人としてはある程度トレーニング経験がある方、まあ、1年以上ですね、トレーニング経験がある方ですとか、トレーニングの重量とかそういう記録が停滞している方、なかなか 2,3 ヶ月頑張ってるけどベンチプレス伸びないなとか、スクワットの重量が伸びないな、そういう状態になっている方、そして関節の、ね、違和感とか痛みがある方、こういう方もおすすめできますね。そして最後にですね、疲労感の強い方、例えばもう仕事がめちゃくちゃ忙しくて疲れが取れないなとか、睡眠不足気味でなかなか疲れが取れないとかね、そういう状態になっている方なんかもリロードおすすめです。で、逆におすすめできないのはトレーニング始めたばっかりの初心者の方ですね。まあ、初心者の時っていうのは特に何も考えなくてもどんどん記録が伸びていく、筋力も伸びていくものなので、あえてそのリロードを入れるメリットっていうのは少なくなります。そしてそれなりに経験のある方であっても順調にトレーニングの記録が伸びている方ですとか、特に関節とか筋肉に痛み違和感そういったものがない方にはリロードは向かないと。そのうまく今のトレーニングでうまくいっているのであれば、そのままねどんどん伸ばしていくべきで、あえてそこでリロードを入れるメリットは薄いかなと思います。では次にですね、リロードの種類、どういう種類があるかご説明していきたいと思います。まあ、リロードというとトレーニングの負荷の量を減らしていくことになるので、その負荷を減らす手段というのはいくつかありまして、4つねパターンをご紹介させていただきます。まず1つ目が重量を減らす、でセット数とかレップ数はそのまま。2つ目が重量とセット数はそのままでレップ数を減らす。3つ目が重量とレップ数はそのままでセット数を減らすやり方。そして最後4つ目が種目を変えてしまうというやり方。全部で4つあると思っておいてください。まあ、それぞれねおすすめできる方の特徴っていうのはちょっと違ってきますので、そのそれぞれのやり方がどういう方におすすめなのかっていうことをご紹介させていただきたいと思います。1つ目と2つ目の重量レップ数を減らすやり方がおすすめな方ですね。この方はフォームが乱れてたりとか、関節筋肉に違和感痛みがあるような方っていうのにおすすめです。やっぱりフォームが乱れてる時っていうのはその重量が自分に合ってない状態に陥っている場合が多いので、一旦重量を下げていただいてフォームを見直していただくことでまたね伸ばしていける、そういう余地を作ってあげるというのが、まあ、効果的になってきます。そして、まあ、違和感が、ね、あるような時もあまり追い込みすぎずにレップ数を減らしてあげて関節とか筋肉の疲労を抜いてあげるというのが効果的になってきます。
そして3つ目のセット数を減らすやり方が効果的な方というのは、リロードを入れてもなるべく筋力は維持しておきたいという方ですね。重量と、まあ、レップ数はそのままにしておいて、まあ、ある程度こう追い込むけども、疲労困憊までこうセットを重ねるということはしないというところで止めてあげると、1つ目と、ね、2つ目のやり方に比べると、よりですね、リロードが終わった後 の、 その重量の落ちっていうのを抑えることができますので、なるべくね、筋力はキープしておきたいよっていう方にはこのやり方がおすすめかなと思います。そして最後4つ目の種目をもうガラッと変えてしまう、このやり方がおすすめの方っていうのは、例えばパワーリフティングのためにトレーニングされている方なんかで、毎回毎回ね、同じような種目でトレーニングをされている方、例えば足のトレーニングだったらスクワットばっかりやってる方とか、胸のトレーニングだったらベンチプレスばっかり、そういうね、同じ種目ばっかりやってる方なんかは、やっぱりその同じ動作の繰り返しで特定の部位に疲労が蓄積されている可能性があるので、例えばスクワットからレッグプレスに変えていただいたりとか、ベンチプレスばっかりやってるんであればダンベルのインクラインベンチプレスに変えていただいたりとか、そういう形で動きの種類をちょっと変えてあげると、また疲労が蓄積されていく部位が若干変わるので、それでうまく、ね、疲労が抜けるということが考えられるので、毎回ね、同じ種目、同じ部位に同じ種目を選んでやってる方というのは、この種目をガラッと変えるというやり方がうまくいく可能性があります。じゃあこのディロードはだいたいどれぐらいの間隔で入れていけばいいのっていう話なんですけど、もう私が個人的にお勧めしているのは8週間から12週間に1週間入れる、まあ、要は2ヶ月から3ヶ月一生懸命やったら1週間はディロードを入れてちょっと休める週を作ってあげるというのがおすすめです。まあ、中にはね、4週から6週、まあ、1ヶ月から1ヶ月半に1回1週間のディロードを入れるのがいいよって言ってる方もいたりします。特にそのパワーリフティングの、ね、競技とかね、そういうのに向けてやってる方なんかは、そういう結構短いスパンで計画的に入れていくっていうのをやってる方もいたりしまして、もちろんそういうね、短いスパンでリロードを入れていくっていうのも効果的ではあるんですけども、なかなかですね、仕事とか家庭のことをこなしながら計画的にトレーニングをするっていうのがそもそも難しいので、まあ、その趣味でねトレーニングをされている方とか、まあ、競技をやるにしても、やっぱり家庭とか仕事の都合でどうしてもねトレーニングがなかなか計画的にできない、そういう方なんかはあんまりね、短いスパンでディロードを入れるような計画を立ててしまうと、逆にそのディロードが終わってから記録が伸びきる前にまたディロードが来てしまう、で筋力が伸ばしきれない、そういう場合になりがちなので、私個人としてはだいたい2ヶ月から3ヶ月一生懸命やった後で1週間のディロードを入れていただく、でそこからまた重量を上げていって2ヶ月から3ヶ月頑張っていただくというのをお勧めしています。まあ、ここまでね、ディロードの種類、やり方、期間なんかをご紹介させていただきましたけど、もうまあ、このディロードの話をするとね、ディロード入れたことでせっかくねつけた筋肉量が落ちちゃうんじゃないかとか、せっかく頑張って伸ばした筋力がガクッと落ちちゃうんじゃないかというふうに心配される方はいらっしゃると思うんですけども、ディロードのね研究を見てみると、1週間であれば、まあ、トレーニング量が3分の1から2分の1ぐらいに落ちても筋力はキープできる、まあ、そういう研究結果もあったりするので、1週間のディロードであれば特にね、筋力の大きな落ち込みとか筋肉量の低下というのは気にしなくて大丈夫ですので、安心してディロードを入れて体を休めてあげていただければと思います。逆にそうやって休みを入れることで体がフレッシュな状態になるので、ディロードが終わってから筋力が伸びやすくなるようになりますので、まあ、勇気を出してね、休むときはしっかり休むということで、ディロードを試していただければなと思います。はい、今回はですね、ディロードについてお話をさせていただきました。他にもね、なんかこうトレーニングのテクニックとか用語について解説してほしい、知りたいということがあれば、ぜひねコメント欄に書き込んでいただければと思います。それではまた次の動画でお会いしましょう。さよなら。